おめにくー。はい、こんばんは。はい、すいません、今日はね、珍しく外で YouTube 撮ってます。いつも通りインスタライブと、どっちエコーやってるので、インスタライブの方はコメントするになるかなると思いますが、あらかじめご了承ください。今日はですね、水ですね。理想的な水分補給については、過去のね、YouTube 動画でも説明してるんですけど、すいません、ね、風の音で聞こえづらかったらごめんなさい。今日はですね、そっちでも説明してることなんですよ。だから1日2リットル3リットル飲みましょうっていう科学的根拠はないっていうのをね、多分そっちの理想的な水分補給の動画でも説明したんですけど、これは、特にこの夏なんかは汗をかくし、で、塩の量もね、1日6グラムっていう量が、ね、一番いいって、適正な量だって、ね、話してましたけど、別に例えば1日2リットル3リットル飲みましょうで科学的根拠ない、あるね、ナノハってところが、なんやっていうね、水を販売してるんですけど、そこの、そのコマーシャルなんですよ。その1日2リットル3リットル飲みましょうっていうのは。で、2リットルですね。2リットル飲みましょうっていうのは。で、それに関しては科学的根拠ないんですけど、でも、絶対水分補給は絶対するべきで、もちろん毎食の緑の濃い葉野菜サラダをオリーブオイルとかアボカドオイルとかごま油かけて、で、海塩かけて、食べることで、それも理想的な水分補給になります。それは詳しくは違う動画で説明してそちらを見てもらいたいんですけど、で、じゃあ水を飲むってなったら、何回も話してますけど、僕この3本絶対その3本を持ち歩いてます。ボトル3本は持ち歩いてます、はい。で、これ僕こっちは超純粋加水された水で、これは、飲み水じゃなくて、うがい用で僕持ち歩いてるんですね、これに関しては。で、こっちはアルカリ温水入れてます。で、塩僕ちょっと多めに入れてます。1リットルに対して小さじ4分の1っていう量の塩入れるのがいいんですけど、僕はもうこの量で小さじ4分の1入れちゃってます。なぜかというとめちゃめちゃ汗かくんで、で、運動中なのでちょっと多めに僕の場合は入れてます。で、だからその食1日2リットル3リットル飲みましょうという科学的根拠ないんだけど、1日2リットル3リットル以上飲んじゃいけないっていうわけでもないんです、はい。で、例えば多分前の動画でも説明したんですけど、1日2リットル3リットルを飲むとしたら、じゃ食事中だけで1日2リットル3リットル飲んだ場合はそれはもう最悪です。で、食事中に、水分取りすぎてしまうと胃酸がね薄まっちゃうので、もう消化できなくなっちゃうんですよ。だからその夏バテ対策っていうところの動画でもそれ説明したんで、そちらを見てください、ね。だからその消化できなくなっちゃって栄養不足になっちゃいますよっていうところで、じゃあ同じ1日2リットル3リットル飲んだとしても、じゃあ食事中以外ですね、食事の前、食事中、あと、前後僕1時間とか、中もそうなんですけどは、本当にコップ1杯程度、200ミリぐらいのコップにね、200ミリぐらいの量の水を食事1時間前から、本当それの程度にとどめる。食事中もコップ1杯程度、200ミリぐらいの量で、ちょこちょこ飲むようにする。一気にガーって飲むんじゃなくて、で、あとも1時間後、食事して終わってから1時間までは、ちょこちょこそのコップ1杯200ミリ程度を飲むようにする。別にこれも科学的根拠ないんですけど、やっぱり皆さん多分量を言わないと結構やっぱ飲みすぎちゃう人もいるみたいなので、だからとにかく食事前中後1時間は本当に飲む量は気をつけるっていうところはマストで、でもそれ以外は理想的な水分補給のところと、多分夏バテ対策は対策になってないっていう動画でも説明してると思うんですけど、以外はもうしっかり飲んでください。だから別に1日2リットル飲みましょうという科学的根拠ないですよって言ったからって、別にそれ以上飲んじゃいけないっていうわけでもないっていうことを伝えたいんです。はい。だから別に夏だったらやっぱ汗かくじゃないですか、喉乾くじゃないですか。だから結構それ以上になっちゃう日もあると思うんですよ。もちろんその人が動く量にもよると思うので、だから
まあ多分その理想的な水分補給のところでも話したと思うんですけど、2リットル飲みましょうという化学根拠がないっていうと本当にみんな飲まなくなっちゃうんですよ。じゃなくって食事中以外ですよね、食事中以外の水分補給、まあ、適切な水分補給っていうのはぜひしてもらいたいです。まだ食事中の水分補給って多分2種類ありますよね、まあ、普通に水飲むのと、あと普通にサラダ、サラダからも理想的な水分補給できるので、そういった2つの方法で水分補給をすればいいわけです。で、食事中以外は僕の場合は結構これに、こういうですね、いつも僕ポーチ、狂気場ポーチ持ち歩いてるんですけど、絶対にこういうものを持ち歩いて一緒に、まあトレーニング中なんかは絶対僕飲むようにしてます。まあ、塩も持ち歩いてますけど、僕の場合はこうやって、まあ、これベジパープラスなんですけどね、緑のこうやって口の中に混ぜてると風味変わっちゃうんで、これで一応水分補給はできてるわけです。僕トレーニング中は結構この合間合間に飲むようにしてて、でそれ以外は普通にもうこのアルカリイオン水にもう塩入っちゃってるからこれで十分なんですよ。そうするとやっぱりその消化システムってところはだいぶこれをやるだけでもだいぶ良くなります。はい、で夏バテ対策にもなるので、ぜひ皆さん適切な水分補給ってところをもう一個のね違う動画で説明してるんで、理想的な水分補給、あと多分夏バテ対策が対策になってないっていう動画もぜひ見ていただきたいです。とにかくもう一回おさらいしますけど、1日2リットルもしくは3リットル飲みましょうという化学添加は一切ないです。そしてモデルの人とかで、やっぱり僕も結構モデルの人とかに食事指導とかいろいろアドバイスを求めないことあるんですけど、未だに飲んでる方います。1日2リットル3リットルで、しかも食事中に、それがまだ食事中以外とかだったらまだいいんですけど、食事中に結構飲んじゃってるんですよ。でしかもなんか水だけでお腹いっぱいになっちゃって、必要な必須栄養素とか、まあ、必須アミノ酸、必須脂肪酸、まあ、ビタミン、ミネラルとか食物繊維とか抗酸化物質とか、まあ、そういったものが取れてなくて栄養不足になって痩せてるみたいな、まあ、結局そうするとホルモンバランス乱しちゃうので、じゃなくって食事はしっかりしてもらって、食事中は本当に適度なさっき言った量ぐらいの、水分補給してもらって、食事中以外はしっかりと水分補給をしていただきたいなと思います。なので特に本当結構そういうモデルとかなんかそういう、まあ、芸能人の方でなんかちょっとスタイルを気にされる方とかはやっぱりそのまだまだその指導する側の人たちの情報が古いので、どうしても無理なダイエット、過度なダイエット、そして謎の水分補給を勧められるので、まあ、それはもう間違いなので、ちゃんと理想的な適切な水分補給をねぜひしてもらえばいいかなと思います。2リットル3リットル飲みましょうという化学根拠はない、だけど2リットル3リットル以上飲んじゃいけないっていうわけでもないですよっていう、飲むのは食事中じゃなくって食事中以外にしっかりとってくださいね。でそれにはアルカリイオン水と塩で、もしくは合間合間にこういう緑の濃いものとかね、僕の場合は非加熱で丸ごと粉砕して農薬も一切使われてない原材料を使ってるものを好みます。なのでそういったものを、ぜひ、取り入れて日常的にね、毎日毎日水分補給しっかり適切な理想的な水分補給をしてもらえばいいかなと思います。はい、じゃあちょっとインスタの方はね、コメント来てるので、そちら答えて終わりにしたいと思います。じゃあ皆さん適切な水分補給、まあ、理想的な、ね、水分補給をして、この夏も、しっかりと乗り切って冬にリバウンドしないようにやっていきましょう。じゃあまたありがとうございました。YouTube 終わりします。バイバイ。